ベイブルックチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ファンの博多の松田でございます。橋口です。9月1日。はい。秋ですね。秋です。秋です。暑いですけどね。まだ暑いですね。はい。でも、我々、洋服屋にとってはもうね、もう秋から冬、もう冬物もね、どんどん入ってきてるんで、はい、まあ本当もう楽しみな入荷がね、毎日のようにあるんですけど、今日はもう一番ぐらい楽しみにしてた入荷が、はい。ありました。はい。朝から一人でね、ワクワクしながら、開けてきました。こちらです。はい。レザーライダース。ダブルライダース。ブランドはチンクワンタですね。はい。結構久しぶりかもしれないです。完全にいろいろいじって別注したのは。なんかやる気になっちゃって、やっちゃったんですけど、はい、ほんとこう、イメージで、こういろんなものをこう、組み替えて作ったら、すごいいいのができたっていうのが今回の別注で、はい。まあ、このモデル自体は、はい。実はちょっと前からあるんですけども、ちょっとよくなってますかね。はい。いわゆるダブルライダース。はい。ちょっとこう、ラペルが出るような、ちょっとこう、普通のライダース、シングルライダースよりも華やかな印象のライダースなんですけども、はい、こうやってね、スタンドカラーになってて、で、ジップもあまりこう、深く、斜めに入ってないですよね。はい。締めてもらうと、シングルのような印象になるような。そうですね。ほんとね、すごく、デザインとして完成度の高い一着を、はい。今回いろいろいじったので、ご説明していきたいなと思うんですけど、早速着ていいですか？お願いします。むちゃかっこいいんですよ。まずね、これ。これね、素材がもうとにかく、極上。はい。いわゆる羊のヌバック。シープヌバック。シープヌバック。ヌバックっていわゆる表側を、ちょっとこう、肝させたような感じにした、はい。いわゆるスウェードのような形なんですけども、すごくこう、そんなにこう、肝感が、強すぎず、はい、すごい上品な雰囲気に見えるのが、こう、ヌバックなんですけど、はい。まあ、ちょっと表側を加工してる分、少しね、表側よりも値段上がっちゃうんですけど、はい。それでもね、やっぱ普通のスウェードとか、表側、ナッパレザーに出せない雰囲気が出るので、はい。まあ、個人的にすごい好きで、今年の、年始か。お正月もね、はい、実はこのヌバックを使って、テーラーズジャケットを作ったんですよね。はい。それもむちゃくちゃかっこよかったんですけど、まあ、それもあったんで、その同じ素材で、ライダースを作りたいなと。はい。思って今回作ったのがこちらでございます。はい。どうですか？めちゃめちゃかっこいいです。いいですよね。めちゃめちゃかっこいい。いや、もうね、結構、正直ね、これを、ものをサンプル見て、スワッチの、これぐらいの大きさのものを見てね、はい、想像して作るんで、どんなのができるかなっていうのはすごくいつも不安なんですけど、はい、これはいいのできましたね。これめちゃめちゃかっこいいですね。これは、はい。で、とにかくまあ、かっこよさもそうなんですけど、はい、めちゃくちゃ軽いです。はい。軽い、柔らかい。あ、見た目以上に。うん。なんか割と重厚感のある見た目だと思うんですけど、はい、全然重さ感じないですね。はい。結構ハードな、ね、ジップ仕様なんですけど、もう全く着てる感じはもうほんとカーディガン着てるような感じ。はい。まあ、こんな感じでさっき言ったように、よいしょ。上まで止めて。止めていただいて。シングルライダースっぽく見せる感じもいいし、個人的には、よいしょ。もう前、止めずにこう開けて、カーディガンのような感じでさらっと着てもらう感じ、はい。これがね、めちゃくちゃオシャレでね、力が抜けてていいと思います。で、別注ポイント実はね、2箇所ございます。はい。2箇所。結構重要なところなんですけど、はい。まず1箇所目はですね、このね、サイドの、はい。アジャスターベルトなんですけど、はい。これもともとは、ちょっとこれいいですかね。はい。もともとこれなんですよ。はい。ダブルストラップになってて、はい。結構こう、ハードな印象。ただでさえ、まあ、ダブルのライダースって、はい。ちょっと強めの印象になるんですけど、はい。それがね、ダブルだとよりハードだなと思って、ちょっとお願いして、シングルで、少しこう、丸みの帯びた金具、はい、これを使って作ってもらいました。まあ、本当ね、これだけのとこなんですけど、やっぱり全然、はい、全体的に与える印象って全く違ってくるんですよね。見え方が。そうなんです。はい。ベルトと金具ですね。はい。で、2個目の別注ポイント。はい。で、これ結構僕個人的にはすごいこだわったというか、はい。すごい、お願いして作ってもらったんですけど、はい。ジップの色なんですよね。はい。はい。で、通常はチンクワンタだと、ジップを選ぶときにシルバーにしますか、ゴールドにしますか、まあ大体2択になってくるんですけど、はい。今回もこのちょっと柔らかいブラウン系のヌバック使うにあたって、はい、シルバーじゃちょっとこう派手すぎる。派手すぎる。要はコントラストがすごいきついなと思ったんですよね。はい。で、だからゴールドで行きたかったんだけど、そのゴールドだとちょっと派手すぎるなって印象があって、はい。もう少しこうシルバー寄りというか、はい、柔らかいゴールドないですかねって話したら、はい。ただわざわざやっぱり
イタリアのシンクアントの工場の方に問い合わせてもらって、はい、で、イタリアの方でパーツをいろいろ探してもらって、はい、サンプル3種類ぐらい送ってくれたんですよね。微妙に違うゴールド。その中でこのゴールドが、よく見ないとゴールドってわかんないかなってぐらいのゴールドなんですけど。伝わりますかね、これ。うん。実物見てもらうとね、興味伝わると思うんですけど。ですね。とにかくね、まあ、全体でこうパッと見たときに、すごい馴染んでます。デザインと色が。だからこのゴールドの選択肢は、最高に成功したなと思って。うん、鈴木さん、ありがとうございます。ありがとうございます。代理店エディット&コーの鈴木さんがね、もう、どんな無茶も聞いてくれるんですよ。はい。これできますか？ああ、できます、できます。はい、何着です？5着でみたいなね。本当でも、今回実は限定、限定4着しか作ってないんですよ。4着。4着だけでここまでの別注をしてくれる、シンクハンターさん、ミラノでね、ご食事も一緒に一回行かせてもらったんですけど、むちゃくちゃいい男の、社長さんと、はい、ご兄弟かな、やってるのかな。むちゃくちゃいい男です。はい、そんな僕らのわがままを聞いてくれたチンクアントさんに、感謝します。ありがとうございます。はい。で、これはもう、お値段が、19万と消費税、20万9千か。20万9千。はい。やっぱさっき言ったように、表側よりもかなりこう、素材の値段が、ね、上がってくるんで、はい、どうしてもね、税込み20万超えちゃったんですけど、ぶっちゃけただ、もうこのシープヌバッグ使って、次のコレクションとかは、多分普通にシングルライダースとか、もうちょっとこう、簡素なやつ作っても、税抜きで20万も超えてきます。次の春とかだと。はい。ただ、まあ、税抜きに10万台で買えるのは、まあ、今回までじゃないかなっていうところで、非常にパワープッシュの4着。4着。はい。で、サイズが42444648の4サイズ。4サイズです。4サイズ。で、はい、私が169センチ、58キロ。はい。最近ちょっとぎっくり腰して、ちょっとなんか動きが悪いのか、ちょっと、もしかしたら59キロになってるかもしれないです。はい。ぐらいで、今44着ています。44。44、まあ42でも着れるんですよね。44で無理なくゆっくり。っていう感じ。少し袖は若干長くはなるんですけど、はい。まあ、個人的に多分42か44かすごい迷うところがあるんですよね。はい。ただまあ、昨今の流れ的にちょっと楽に着たいなとか、マーケテっていうところでは44でもいいかなっていうところで、なってます。はい。はい。で、まあ、もう、あれ、ついでじゃないんですけど、もうこの別注をした、まあ、まずこれを、もうこれ作りなかった。はい。これ作りなかった。で、これ作りにあったって、ジップとかね、パーツもいじったから、もうこれ普通に黒作ってもかっこいいよねと思って、うん、同じジップ、薄ゴールドパーツ。はい、で、サイドがイド、シングルベルト仕様で、はい、ブラックも作っちゃいました。ブラック。はい、こっちもかっこいいですね。これかっこいいですね。これかっこいい。で、これは、42着てみます。42。42。はい、どっちでもいいですね、ぶっちゃけ。どっちでもいいって言い方難しいけど。はい。全然、42でもいいし、44でもいいし、まあ、よりちょっとこう、キュッと、コンパクトな感じにはなると思います。よしよし。これで、42サイズ。42サイズ。はい、やっぱサイズがちっちゃいのもあるんですけど、ちょっとやっぱ革自体にこう厚みがギュッと出るんで、はい、まあ、本当レザー着てるぞって感じの、はい、なかなか、着ごたえがある感じですね。これはこれですごくかっこいいかな。なんかシングルライダース持ってるけど、なんかもう一着、ちょっと面白いの欲しいなとか、ちょっと雰囲気を変えたいなとか、そういう方にはね、すごくおすすめの、まあ、セミダブルのスタンドカラーライダースですね。はい。で、こっちが、ラムナッパ、シープナッパか。はい。羊ちゃんの表側です。で、お値段が154,000と消費税。154,000の消費税。いくらになるんだろう。154,000。弾きます。16万9400円。結構違うんですけど、はい、まあ、こっちが安いっていうか、まあ、こっちが高い。でも高いけど、この値段で買えるのはここまで。今シーズンまでっていうところでは、むちゃくちゃおすすめな2着でございます。はい。で、こっちは、再選会が一緒だな。42444648の、4サイズ展開。4サイズ展開。で、現在、ちょっと引いてもらっていい？全身。はい。169センチ、58から9キロの松田で、今これ42を着てます。42サイズですね。結構個人的には42のが好きかもしれない、もしかしたら。あ、本当ですか？うん。なんか着てるぞって感じが。なるほど。いいかもしれない。
どうしてもレザーってこうね、着ていくと伸びてきて、少しね、空いてくるのもあるんで、そうですね。なんか、ビッタビッタで着る必要はないけど、はい、ちょっとこう、着てるぞっていう感覚があるぐらいのサイズ感の方が、後々いいのかなっていう気はしています。はい。丈がね、妙に短すぎるとかだったら、ちょっとサイズを上げた方がいいかもしれないですけど、はい。っていうところで、別注チンクワンタセミダブルスタンドカラーライダース。はい。9月1日、もう今日から、はい、発売しております。仲良しの慶原さんはもう明日、試着しに行くぞって感じだったので、多分、サイズが合えばね、これ48サイズ買われるんじゃないかなと思いますので、もう、ほとんど1点ずつしかございませんので、はい、ぜひ気になった方は、まあ、概要欄なんかに、メールアドレス、電話番号が載っておりますので、ぜひぜひお問い合わせをよろしくお願いいたします。はい。はい。お願いします。で、9月はね、もう攻めます、我々。はい。はじめ、ちょっと、くるっと回って、そのモンクレール。こちらです。昨日、ザッと入ってきました。モンクレール。めちゃくちゃ入ってきてます。すごい量です。はい。その辺も着てるし、コート、ジャケット、まあはい、パンツなんかも来るし、あと今日私がインナーで着てる、ジョンスメドレー。はい。これいいっすよね。24ゲージシリーズ。ちょっと厚めの。これ、いいですね。タートルネック。モックネックも実は届いてるんですけど、なんかレザーにはタートルかなっていう、はい、タートルネック個人的な思いがあって、ちょっと合わせております。はい。この辺もまあブログ等々で、ご紹介していきますので、今後とも、YouTube、はい、Instagram、ブログ、もろもろよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。というところで、今日は簡単でございますが、別注のレザーのご紹介でございました。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。